たまチューブー、はい、ということで今日は私の毎日メイク秋冬バージョンをお届けしたいなと思います。最後まで見てください。まずはクリスティーナのステップ4エクストラクトスプラッシュ、この化粧水を顔全体に。朝は結構ミスト状の化粧水を使うことが多いです。アトミューのスーパーファインカメリアミスト、もうすごい香りも良くてスッキリするので、朝に3かけで顔全体になじませて、朝はすっごい保湿してしまうと化粧水乳液してでオイルとかしちゃうと、その後に下地も塗ってファンデーションも塗って結構塗りやすくなっちゃうんですよね。なので私はさらっと穴を閉じ込めずに化粧水乳液します。次に使うのがフリーのバランシングエマルジョン、こちらを、これもすごい香りが良くてちょっとアロマっぽいんですけど大好きです。でこれくらい、あんまり保湿しすぎない、流したりとかして。基礎化粧品紹介はまた後日他の動画で紹介したいと思います。続いて RMK メイクアップベース、これ下地です。おお、本当にワンプッシュぐらい、 1.5 プッシュぐらい手に取って、もうこれ乳液ぐらいのサラサラのテクスチャーなので顔全体に流していきます。透明感を支えてくれて自然のツヤ肌にしてくれます。もう結構肌荒れしてるとか、ちょっと肌表面の乱れを加えたいっていう時は、もうフェードポーボーテのオワールコレクチュールっていうこの下地もおすすめです。これの方がカバー力があって結構くすみを隠してワントーンアップしてくれるので、あれしてるかもとか、ちょっとマットになってもいいかなっていう時はこれを使います。私の肌には結構 RMK が合っていて、こちらリクイドファンデーション102使います。 RMK はファンデーションの種類も豊富なので、これはすごいサラッとしている本当に素肌感をファンデーションで、でもカバー力重視のファンデーションだったり、ちょっとマット、家だからセミマットにしたいっていう時はもうちょっとマットなファンデーションもあるので肌に合わせて選べますね。 1.5 プッシュぐらいかな。これも手で、あんまスポンジとか使わずに、私は手で毛穴に入れていく感じだから、毛穴に乳液とかオイルとかも下地とかがたっぷり入っちゃうと、いくらカーファンデーション重ねても毛穴の上に乗っちゃうので、なんか浮いてきちゃうんですよね。ファンデーションまでは結構サラッと塗って、でファンデーション塗るときは結構こう指でマッサージしながら塗ってます。なのでスポンジ使ってもいいんですけど、こう指マッサージしながらファンデーション塗るとスッキリする感じがします。塗れました。粉でもいいんですけど、私お粉も結構粉っぽくなっちゃうというか、ちょっとツヤ感を残したいので、このマックのファンデーションを使っていきます。このファンデは太すぎず結構ツヤ感も残してくれる、セミマットを作ってくれるファンデなんでおすすめです。これ最新の一番新しいマックのファンデーションで一番新しいラインです。でこれをまあ小鼻とか結構分かりやすいところに塗って、これ結構カバー力もあるし肌も残してくれるので、お直しの時にもすごいこのファンデ1個で感じです。こういうスーパーベーシックコンシーラーパクトロイチライト RMK です。これもすごいんですよね、こういう感じで、まあ、2色展開で、さらになんかサラサラパウダーみたいになっていて、上からのせるとよれないので、普段はあんま使うことないんですけど、あざとかを隠す時に目の塗ってサラサラパウダーすると本当にすごい綺麗に隠れる優れものです。でこの今日はこの明るい方、こっちをコンシーラープラスちょっとハイライト代わりに、この目の下ここら辺と、私はちょっと垂れ目なので、この辺もあんま垂れ目にならないように
奥側もこんな感じでちょっと伸ばしていきます。あんま塗りすぎるとちょっと浮いちゃうので適宜です。はい、眉毛はエッセのペンシルライナーライトブラウンを使います。高校生の時から使っててめっちゃ大好きな商品なんですけど、そんなに廃盤になってないからです。ペンシルでまずは眉毛整えます。あの目頭結構大事で、私はちょっと背の高くなって眉頭、下眉のここを曲線に整えるとちょっと眉毛が綺麗になるので整えていきます。あとポイントは眉山を反らずに、眉山を垂れ眉にしちゃうとちょっと私垂れ目なのでバランス悪くなっちゃうので、眉山まではちょっと平行というか上がり気味で、眉山からこう下げていきます。でここがこの曲線、口と目と眉毛が曲線になるのがいいみたいなので、こんな感じです。こういう感じです。眉毛ができると結構顔が整いますね。続いてルナソルスタイリングアイゾーンコンパクト、こちらを眉毛の間埋めていくんですけど、こんな感じで5色展開ですごい使いやすいんですよね。私はこの薄めの茶色とこの真ん中の茶色を使って眉毛を埋めていきます。もう本当にここについてるブラシで。続いてアイシャドウしていきます。こちら、ルナソルアイカラーレーションモダニティボルド、こちらを使っていきます。これ新色、秋の新色でこんな感じ。これの今日はここら辺をまずベースに、これもねすごい可愛いんです。これがちょっとラメっぽくて、これの2つをベースに、まずこっちかな、こっちを取って、これも手でやってますね。まぶた全体に薄くこんな感じ伸ばしていきます。ディオールのサンククルール、こちらのこの真ん中のこの色、これもちょっとベージュピンクですけど、こんな感じね。このシャネルのキャトルオンブル354ウォームメモリーズ、これのこの色を使います。結構これ使います。このパレット、これかこれを使っていきます。それはくすみピンク、私の秋はピンクが入ってる。これを今度はブラシで二重の幅ぐらいに、あんま濃すぎずこういう感じでのせます。この薄ピンクとちょっとだけオレンジを混ぜながら下まぶたにも塗っていきます。目尻からふわっとのせていきます。最近メイクさんに教えてもらったおすすめアイテムで、こちら資生堂のオーラデュープリズムっていう、ちょっとこれはラメなんですけど、大人ラメで粒子がそんなに細かくなくて、ラメって抵抗あるけど、これを薄く塗ることで目に光が集まってとっても綺麗に、これを薄く塗っていきます。はい、やりすぎ注意なのでこれくらいにしましょう。でちょっと秋っぽくピンクのアイシャドウをちょっと塗っていきます。エトボスのミネラルクラッシーシャドウです。ヴィンテージグリッターとか、この色のこのピンク、ピンクなのかな、ボルドー系ですかね、深みのある赤みたいな、この色を付属のこのチップで、この際ですね、ラインみたいな感じで引いていきます。こういう感じ、本当に下向いた時に見えるか見えないかぐらいなんですけど、でいきます。これでちょっと秋っぽくなります。あまりこう広げちゃうと子供っぽくなっちゃうので、赤とかピンクライン上に引いていきます。下もここのまつげの下まつげのもうほんとキワキワをライン上で引いていきます。あんま赤なので強く引きすぎない。はい、引けました。アイライン引いていきます。これも結構お気に入り、これ茶黒、茶黒ですね。リアルラスティングアイライナー24ウォータープルーフ、これをもう本当にまつげを埋めるぐらいの気持ちでやっていきます。なんかジェルとかペンシルとかいろいろ使ったんですけど、最近はもうさらっと引くだけなのでリキッドを使ってます。こんな感じかな。まあ何でもいいんですけど、シャドウのちょっと
濃い色とかでアイラインドーンって引いたままだとちょっと濃いので茶色でぼかします。ラインのこの上からふわっとぼかして自然になりましたか。そしたら次にバラするので照らします。油断の仕方は特にこだわってない。続いてマスカラ、ヘレナルビンスタインラッシュ CC、 ウォータープルーフじゃなくてダマにならないのでとってもおすすめです。持ち運びもすごいコンパクトなのでおすすめ。これをさらっとですね、こんなもんかな。で私は下まつげには塗りません。理由はなんかピエロみたいになっちゃうのでナチュラルにしたいし下まつげには塗ってません。で次にチークなんですけど、チークに行く前に、まあ、毎日塗ってるわけじゃないけどちょっとおすすめでハイライト紹介します。もう汚い使い古してるんですけどルミナイザーのフェイスカラーですね。この色がこういう感じでちょっとラメ感が強いハイライトなんですけど、ツヤっとさせたい時に鼻にこう一本入れると本当鼻が通って見えるので、この目の下とかここら辺ツヤ感を出したい時はあんまつけすぎるとね厚化粧に見えちゃうんで、でもすごいこれおすすめです。ツヤっとしました。たまにつけます。でチークはちょっと2つあるんですけどどっちもエトボスです。まあナチュラルの時はこっちミネラルクリアリップ&チーク、色はこんな感じの色で、まあ秋だし口紅とかリップもボルドーとかで濃いめの時はこのこっちの方ミネラルクリアリップ&チークのプラムレッドを使います。これこっちなんだと思う。あ、これはピンクドロップです。これね、まあ、今日はピンクドロップにしようかな。クリームチークなので肌に馴染んでくれます。これを私はここら辺にチーク入れると丸顔に見える傾向がある気がするんですよね、私の持論ですけど。だからあんまこの顔にもあるんですけど私はここら辺にはチークを入れずにこっから上のここら辺に入れます。特に私はねこの端っこにこういう感じで入れるのが好きで、あんま外すぎてもちょっと老けちゃうのでバランス見つつこんな感じかな。もうどん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 見せていきます。ふわっとこんな感じなんですけどちょっとこっちもつけてみようかな。じゃこれ結構濃そうに見えるけどそこまで濃くないんですよ。ぼかしていくと、はい、最後にリップします。リップは結構こだわりがあって、ね、最近はまずベースを塗ります。でベースの色がこれ RMK のリップスティックコンフォートプライドリッチ10番です。結構使ってるんですけどこの色、これを唇全体に塗ります。こんな感じ、ちょっとオレンジっぽい、でもねそんな濃くなくこれだけでもいいんですけど、私は最近はこの NARS の、オーディシャスリップスティック9478番、でこの色がめっちゃ使ってるもん、はい、あれボルドー系なんですけど、まあ、これを使ってもいいし、私買った一番の今のおすすめアイテムはこのルナソルのプランプメロリップス EX03、 これ限定カラーだったらしいんですけど髪のレッドです。かわいい。さっきのでもいいんですけど口の中のインラインっていうかこの内側に塗っていきます。こうやってこんな感じ、わかんないか、口の中側に塗ってぼかす感じで、あんまがっつり塗っちゃうと濃いのでこんな感じです。ちょっとグラデーションっぽい感じ、なんか口の内側が濃い方が唇の形綺麗に見えるし、グラデーションですごい立体的に見えるんですよね。で私は結構このリップ塗った後にこの色をちょっとこうやってチークに足して統一感出すよね。